皆さんこんにちは、ローちゃんです。今回はですね、タイ産のアンタイウスオオクワガタドルクスアンタイウスミヤシタイの禁止瓶、1本目の禁止瓶の交換をちょっとやっていこうかと思います。で、今回ですね、交換する幼虫はね、4匹です。で、最初の3匹はですね、普通に1本目去年の12月に、割り出しをして、5月ですね、ちょっとワインセラーで初礼二礼の期間を延ばして、5月頃に、禁止瓶に投入しました。で、この時の禁止瓶はですね、ブロックから作った北斗慶菜園さんのただの平竹ですね。で、ワインセラーで伸ばしたっていうのはですね、初冷の状態で割り出して、初冷のまま16度くらいのワインセラーの中にですね、無添加の発酵マットを詰めたプリンカップの中に入れて、それでちょっとね、一例初冷の幼虫期間をちょっと伸ばして、で、二例の半ばくらいで禁止瓶に投入してます。で、ちょっと伸ばす期間をね、いろいろ3パターンか4パターンくらいにして、いろいろちょっとね、幼虫期間伸ばしてみたり縮めてみたり、ちょっといろいろ今やってるんですけどね、昔からのね、一回僕虫やめてるんですけれども、そのやめる前にですね、ちょっともらった、受け継いだというか知識ですね、初礼二礼をなるべくね、伸ばした方がアンタイウス大きくなるよっていうのを当時言われたんですよね。もうこの知識もね、10年近く前の知識なんで、それがね、どのくらい通用するかっていうのはちょっとよくわからないんですけれどもね、聞いただけでその当時はやってなかったんで、実践をしてみたいなって思って、で、やってみました。で、5月に二礼で投入して、で、そのまま5ヶ月ですね、1本の瓶を5ヶ月食わせて、それで今回のね、交換になっています。で、アンタイウスはですね、3ヶ月とかで交換しちゃうとちょっと早いんですよね。アンタイウスって1回食べたものを出して、出したものをもう1回食べるっていうのを繰り返したりするんでね、これもね、ちょっとその時にアンタイウス一生懸命やってた人からの請負いというかですね、教わったことなんで、これも本当なのかなって思ってちょっと確かめながらね、やってるんですけれどもね、そこそこね、まあ 40g くらいある幼虫がね、ポコポコって出てきたんで、まあ5ヶ月くらい置いて、これだけ半分くらいしかボトル食べてないですけどね、これでこれだけなのかって感じで、で、今回はですね、交換しているわけです。で、まあ結果から言いますとね、39g が2匹で 40g が1匹出たんですね。で、この子らは今度は微細犬の MT ですね、アンタイウスと相性がいいってずっと言われてる菌床ですけども、これにね、突っ込んで、まあ半年くらい放置ですね、して、また次半年後くらいに交換しようかなって思います。で、最後の1匹なんですけれどもね、入れた禁止瓶がですね、ちょっと合わなかったというか、劣化が早かったというか、管理が悪かったのかな。カビがね、この禁止瓶ね、カビすごく生えるんですよね。で、カビが生えてきてしまったんで、ちょっと交換しようということでね、ちょっとちっちゃいですけど 27g で、この子はですね、幼虫を3例までちょっとマットで伸ばして、で、頭の大きさがね、多分この子が一番大きいんですよね。16ミリ弱ぐらい、 15.5 ミリっていう表記にしてありますけどね、16ミリ弱ぐらいある子で、ちょっとね、期待してるんですけどね、1本目でいきなりずっこけるっていう。で、この子もですね、ちょっと MT の中に入れて、で、半年後くらいにね、また交換し、ちょっと交換しようかしないか、まあ、もっとね、持てば、もう7ヶ月、8ヶ月放置しちゃってもいいかなと思うんですけどね、アンタイウス、幼虫の期間が長いんで、まあ、1年半くらいは幼虫やってるだろうなと思いながら、ちょっとね、気長にやってます。
はい、エンディング、もうここからねエンディングになっちゃってるんですけれどもね、いやーだけどアンタイウスってね、上手い人って大体1本目でどれぐらい出てくるんですかね。まああのヒマラヤ系に比べてですね、宮下の方はちょっと全長がちっちゃい。でウィキペディアなんかにね87とかそのくらいのねあの標本みたいなのが載ってるんですけれどもね、実際どのくらいまで行くんですかね。87って言ったら 50g 弱ぐらいまで伸びるんですかね。ちょっとねどこまで伸びるかっていうのも楽しみなんですけれどもね。ヒマラヤ系はね去年ブータンの子が 50g まで行ったんですけど、 50g まで行ってサナギになって落ちちゃってね、もう喪失感が半端なかったんですけれども、幼虫期間が長いとねやっぱ落ちちゃった時のねショックとかがねでかいですよね。これゾウカブトとかだったらもっとすごいんだろうな、丸バネとかね。はい、そんな感じでですね、今回はですねアンタイウス4匹の禁止瓶交換ということでね、自分自身のね、復帰してからのね、試してみたかったこととかね、実験もちょっと兼ねて飼育してますけれどもね、このまま大きいのが出てくれたらいいなって思ってます。でこれ以外にですもんね、これ以外もですね、40g くらいの幼虫何匹か出ましたんでね、そっちの子たちにもちょっと期待して、1年後くらいをね目処に待っていただけたら、また成虫のねお披露目とかもできるかと思います。はい、それではね今回はこれでね締めようかと思います。来てくれた方々、見てくれた方々ありがとうございました。またですねチャンネル登録して見に来てくれるとね僕もすごく嬉しいです。それでは今回はこれで終わります。それじゃあまたねー。